どうも島田修平です始まりました島田修平のお買い運巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ今回ですね超貴重な見るだけでそして聞くだけで運気が上がるというね、えーまあ、お写真そして音色皆さんにお届けしたいと思いますもうね本当に貴重なので皆さんもう今回のでね運気上がってほしいなと強く願っております まずですね、えー、運気が上がる写真なんですがこちらですね非常に貴重な泳ぐ宝石とも言われているあるお魚の写真なんですねそのお魚というのはニシキゴイなんです。 恋と言いますとね、登竜門という言葉の、ね、語源にもなっていますが、登竜門、中国の黄河という、ね、大きな川、そこには、竜門という激流があって、この激流をまあ、ね、遡っていけた恋は、その後竜になるという伝説があるというね、まあ、そういったところから、登竜門、まあ、大きな、ね、試験とか、人生での転機のことを言うんですが、まさにこう、恋というのは、まあ、そういった、まあ、出世の、ね、象徴でもあったりするんですね。でさらに、錦鯉。 錦と言いますと、故郷に錦を飾る。まあね、金運の象徴でもありますが、この錦鯉というお魚、非常に縁起がいいんです。まあね、その綺麗な文様であるとか、ね、やっぱりあの姿なんかでとか、世界的にもですね、非常にこう人気があって、あの、先日ですね、 中国の方の方、まあ、ちょっと人気なんですけども、1匹2億円で売れた、なんていうね、まさに泳ぐ宝石にもなっているお魚なんですが、この錦鯉というのは非常に縁起がいいお魚なんですね。よくあの、お金持ちの方が庭に池を作ってね、まあそこにこう錦鯉を放流しているようなのがありますけどもね、まあきっとそういう意味があるのかな、なんて思ったりもしています。で、この錦鯉なんですが、発祥、皆さんどこかご存知でしょうか これあの19世紀の前半、江戸時代に、まあこの錦鯉が誕生したと言われているんですが、発症した場所というのは、新潟県の小千谷市という場所と言われているんですね。まああの、この辺りはですね、まあの養殖が盛んで、まあ食用にしていたんですが、まあ黒い鯉、これがある日突然、突然変異で、 まああなんだこれはということでそこからね品種改良をしてどん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 こうきれいな声が生まれていって今に至るってことなんですね。でこちらまああの、まあ、そのね小千谷市が発祥ということで小千谷市というのは駅を降りると錦鯉型のこうオブジェのようなこう階段があったりとかあとお土産品なんかもね錦鯉グッズがたくさんあったりとか。 あとは、こう、小千谷市の市役所の入り口には、池があって、そこでは錦鯉が飼われてとかね、いろいろこう、そういう場所だったりもするんですけども、ここは、あの、錦鯉の里という施設があるんですね。まあ、ここは、あの、外に大きな池があって、中にもプールがあったりして、まあ、一年を通して、もう、たくさんの鯉が、錦鯉が飼われているって場所なんですね。ここは、あのー、面白いのがですね、オーナー制度というものがあるんですね。オーナー制度。 何かっていうと玄関に入ったらねこうずらーっとこういうふうに、まあ、写真が貼られてるんですよ。でよく見るとこのニシキゴイのオーナーは誰々ですよっていうことでこの鯉の自分がオーナーナになれるとでやっぱりねなかなかニシキゴイってこう飼うの大変ですよねだから自分のニシキゴイを代わりにこの施設で飼育員の皆さんが面倒を見て飼ってくれてるっていう。ただかなんかこう自分がオーナーになれてその そこに行くと、こう、常に会えるみたいな制度があるんですね。面白いですよね。まあ、その錦木の大きさなので、5万円とか10万円というのはコースがあるんですけども、まあ、これ、まあ、たくさんの方がオーナーになってるんですよ。まあ、今現在100人近くの方がなられてるんですけども、よく見てきますと、有名人の名前もちらほらあるんですね。えー、ご覧ください。片岡鶴太郎さんとか、前川清さんとか、まあ、そういったね、えー、ビッグネームも見えるんですが、僕びっくりしたのが、あの、 去年 M1 グランプリを制した、はい、錦鯉まさに錦鯉という名前ですが、のお二人でいらっしゃいますが、あの錦鯉もこのオーナーになってるんですね。ずっとね、この錦鯉という名前でコンビで活動してるけども、その発祥の地にね、全然ご挨拶できてなかったと。で、お許しを得てなかったから、一回ね、ここに訪れて、 この名前でやらせてもらってます。いつもありがとうございます。とお礼を言いたかったらしいんですよ。自分たちもオーナーになります。ということで、オーナーになってるんですね。錦鯉の里に来て、錦鯉の二人が、錦鯉のオーナーになる。ごめんなさい、ちょっとややこしいですよね。オーナーになった、なんと、一週間後に M1 チャンピオンになったそうなんです。 もちろんね、彼らの努力もあるんですが、もしかするとここには、あの、錦鯉のご利益もあったのかもしれないという話を聞いたんですよ。ちなみにこちら、錦鯉のオーナーになるのって大変なんですかああ、まあ、いろんなね、手続きもありますからね。ああ、じゃ今日来てすぐなんてのはもうなかなか難しいですよね。うん、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、でも、見てみますね。あ、いません、ちょうど一匹だけ。 まだオーナーがいない鯉がいいいな錦鯉ますよえオーナーナになってもいいですかね <laughs> 向こうもで、ね、僕も実はロケで行ってたんでそんなロケで行った1タレントがね急にそこでこうテンション上がってオーナーになるって初めてだったらしいんですけどもやっぱりねその錦鯉のあの「m 1グランプリチャンピオン」っていうねそのシンデレラストーリー、まあ、聞いた後だったんでやっぱりオーナーにならないわけにいかないなと思ってでちょうどお財布に5万円5万円入ってたんですよ ちょっとお願いしますってことでその場でオーナーにならせていただきました私の錦鯉ちゃんというのがこちらになるんです私この錦鯉のオーナー島田秀平ですお願いいたします来 <laughs> ましたよご覧ちょっと住所見えちゃうんでちょっとここ隠しますけどもねはい「錦鯉の里錦鯉オーナー賞島田秀平住所」 上記のものは裏面の写真の錦鯉オーナーであることを証明するっていうね2022年4月14日交付というこれですねお手紙も入って、まあたんですけども読ませていただきましたらこの錦鯉は大正三色という品種でもうすぐ3歳になります品種も生産者もあの錦鯉さんの錦鯉と一緒になりますそうなんですまさに錦鯉がね、が天下を取ったあの錦鯉 と、僕は、同じオーナーさん、そして同じ種類の、同じ模様の錦鯉のオーナーになったということで、ぜひね、えー、皆さん僕の活躍、今後どうなるのか見ていただきたいと思いますけども、こちら、もうなんか、このチャンネルやってるから、もうこのチャンネルの視聴者さんの錦鯉、っていうことで僕はいいんじゃないのかなと思ってますんで、皆さんもですね、はい、えー、自分の錦鯉が、新潟県小千谷市の 錦鯉の里で泳いでるんだという皆さんもオーナーになったという気持ちをねちょっと味わってはい皆さんにもこう何かこうね言っていただきたいなというふうに思っておりますはいなかなかね思い切りましたけどもねはいせいかがでしょうかさあまあねこの写真というのが運気が上がるかもしれないというまあお写真なんですけども続いてです幸せが訪れると言われている音色こちらも皆さんにお届けしたいと思います これですね、あの、この前僕長野県の方にロケに行ったんですが、非常にこうね、いろんなこうお宝などが蔵に眠っていたというね、名家に取材に行かせていただいたところ、やっぱりお宝もザクザク出てきたんですね。非常に貴重な古文書であるとか、ね、甲冑であるとかっていう。そんな中ですね、そのご主人に非常に貴重な、ある珍しいものも出てきたんですよね。そう言われて見せていただいたのが、こちら、六連の 鈴。えー、6つついた鈴だったんです。これ鈴なんですよ。で、これというのはですね、もう本当にかなり古いもの、非常に貴重なものなんですけども、古墳から出土した。なので、もうね、今からはるか昔に、まあ音を出していた。まあそういった鈴なわけですね。で、この鈴というのが、聞いた人に幸せを与えるという、すごくないですか ただ昔から、まあ、そういったお祭り事などで使われてたらしいんですけどもそれが古墳から出てきてでそれあ保管されている非常に貴重なものなんですね。でこれどれだけ強いかっていいますとこれね幸せをねまあこう与えるという、ね、運気を上げる音色なわけじゃないですか明治天皇がこちらに来られた時にその明治天皇にもお聞かせしたという明治天皇も聞いたという、はいまあ、その音を聞きたがったという、ね、そんな鈴の音色なんですね。 今回ですね、その合間、私、鈴をこう鳴らしまして、その音色をです、ね、しっかりこう動画の方に収めてきましたので、これ、聞いた皆さんにも幸せがいくんじゃないかなと思いますので、よかったら、その鈴の音色、心して、はい、気持ちをね、落ち着かせて、ゆっくりと聞いていただければと思います。では、聞いてください。幸せを運ぶ鈴の音色です。どうぞ。 なんかねこうそういう話を聞いて聞くとああなんかこうありがたいなと、まあ、そんな気持ちにもなってきますよねいやぜひね、えー、この視聴者の皆さん、えー、何かね幸せの一つのきっかけになっていただければいいなというふうに思いますであのなんかね以前なんかこれ運気が上がるんですよというシリーズをやった時にコメント欄の方にね、まあ、それをこう、まあ、動画とか見ながら 皆さん自分でこう願い事をね、書いてくださってた方たちが非常に多かったんですよで。あれ感動しちゃってね、あの、スタッフさんも含めて。なんかいろんな YouTube のね、チャンネルのコメント欄あるけど、これだけ幸せなコメント欄ってなかなかないんじゃないのかな。もうここがもうパワースポットのようなね、気持ちになったんですね。なんでぜひ皆さんね、今回錦鯉の写真、そして鈴の音色、ね、聞いていただいたわけですけども、自分の叶えたい願い、ぜひコメント欄の方に。はい。 書いていただきたいと思います。これが絵馬代わりじゃないですけどもね、そういった効果がね、出て、なんか皆さんの願いがね、少しでもこう、叶ったらいいなというふうに思っています。えー、というわけで、いかがだったでしょうか。今回は、えー、運気の上がる写真とですね、えー、音色、非常に貴重だと思います。これ、皆さんにね、紹介させていただきました。えー、ぜひ、皆さんに幸せがたくさん訪れますように。というわけで、島田周平のお買い運めぐりでした。ありがとうございました。